はい、皆さんおはようございます。限界一人暮らしでも車遊びがしたい男、よくです。本日はですね、私魅力の YouTube チャンネル初の、他の YouTuber さんとのコラボ動画となります。そして一体誰とコラボするかといいますと、同じロードスターで DIY 系の動画を上げてみるヒロの部屋のヒロチャンネルさんです。そしてなぜ今私がこのような感じで路肩で止まっているかといいますと、今からヒロさんが私のガレージの方に来られるんですけど、来る途中おそらくこの道路を通るかなと思いますので、ここで待機しとっていきなり僕が現れたらちょっとドッキリになるかなっていった感じでやっていこうかと思います。時間的にもうそろそろ来られる頃かなと思います。いや、ワクワクしますね。どんな反応されるんでしょうか。お、来た。ヒロさんと合流ができました。今ちょうど僕の後ろの方を走って見えます。このまま僕が先導して、僕のガレージの方へ向かいたいと思います。はい、ということでガレージの方に到着しました。それでは早速こちらの車の持ち主ヒロさんに来ていただきましょう。ヒロさん。あどうも皆さんこんにちは、ヒロです。よろしくお願いします。ということでヒロさんと今日初対面なんですけど、今日はヒロさんのロードスターのエンジンマウントの交換をお手伝いしていきたいと思います。はい、お願いします。エンジンマウントの交換に関しましては以前に僕別の動画で載せておりますので、詳しいことはそちらの方を見てもらったらいいかと思いますし、ヒロさんのロードスターに関する交換の動画はヒロさんのチャンネルの方に詳しく動画が上がりますので、そちらの方を見てください。今日はゆるい感じの動画にしていきます。はよろしくお願いします。お願いします。はい、ただいまヒロさん苦戦中です。以前僕の動画でも紹介したんですけど、本当にネジが外しにくいところにありまして、ユニバーサルジョイントがなかなかこうかからなくて。こちらは今外しているヒロさんのフロントに履いていたアメリカンレーシングというところのホイールです。めちゃくちゃかっこいい。ちょっと僕の履いてるエンキエにも似てますよね。そしてリアはフォーミュラメッシュを履いてみます。いや欲しいな。いつもの撮影場所なのにすごく賑やかですね。ロードスターが2台に YouTuber が2人、3着が そこら中に。いや嬉しいな。はい、エンジンマウント交換で一番大変な、新しいエンジンマウントラバーを取り捨てたマウントを車体に戻すっていうところを今ヒロさんが苦戦されております。本当に知恵の輪で、僕もここでめちゃくちゃ苦戦しました。はい、ちょうど今運転席すごい声が出ました。ちょうど今運転席側の方のエンジンマウントの交換が終わりました。そして今ヒロさんが助手席側の苦戦中です。僕がやった時は割と助手席側の方は簡単にできたんですけど、果たして今回はどう転ぶのか気になりますね。なかなかそのネジがソケットをかけるんが割と怖い。助手席側摘出しました。見事に真っ二つでした。こっちも運転席同様、ちょっと今ボルトが中に落ちちゃって、なんかボルトと一緒になんか違うのがあって何だそれ。この車が燃えた時に多分溶けたエアクリボックスの破片ですね。タイヤカスではなさそうですもんね。あ、ね、プラスチックっぽいな。燃えかすが今になって出てきました。ずっとこいつは中に記念品として、無事助手席側の方も取り付けが終わりました。なかなか苦戦して協力プレイで捨てることができました。ありがとうございます。それでは作業も終わりましたので、今からヒロさんとちょっと走ってエンジンマウント問題ないか走行テストを行っていきます。ちょっと今日の僕の動画としては本当にガラガラとした感じの動画になってしまってはいると思うんですけど、やっぱり同じこう DIY 系の YouTuber 同士でこう話し
僕の後ろ走ってくれてて、まあ、今回もなさそうなんで、よかったかなって感じですね。まあ、実はヒロさんのロードスターのナンバープレートって、1007ってなってたんですけど、まあ、彼の誕生日で98年の10月7日生まれらしいんですよ。で、なんと僕が98年の10月6日生まれで、なんと1日違いなんですよ。いや、もうすっごい奇跡やなと思ってるんですよ。まあ、しかも誕生日1日違いで、まあ、同じ NA ロードスターの、しかも2人ともシリーズ2。それで YouTube でロードスターの DIY 関係の動画を上げてるっていうのは、奇跡ですよね、本当に。めちゃくちゃ嬉しくて、本当に今日が僕楽しみだったんですよ。初めて会うわけなんですよ。まあ、お互いお互い動画見てるんで、なんかそんな初対面って感じもなくて、本当に昔からの友達のように話せて、本当に YouTube 初めてよかったなって思っております。ロードスターが好きで、ロードスターに乗っててよかったなって思う一日でした。はい、ということで今回は、僕のロードスターのエンジン多分安くなることはないかなって感じで、結局僕が以前にアップした僕のためにアップした動画で僕一人でやったんですよ。本当に大変な思いして、はい、ではおはようございます。今日はヒロさんとのコラボ2日目ということで、はい、まあ、昨日エンジンマントの交換も無事終わって、まあ、ヒロさん非常に満足していただいて、めっちゃいい感じです。もうすごく、まあ、僕も嬉しくて、今日2日目なんですよ。で、今日は、まあ、思い切りロードスターを楽しもうぜってことで、まあ、三重県の観光地、まあ、いろんなワインディングがある中でも僕の中で一番おすすめしたいなと思ってた青山高原、寿司と伊賀の間にある青山高原の方に遊びに来ております。はい、そして今日、まあ、ヒロさん普段から峠をドライブされる動画っていうのを結構上げて見えて、で その一環ということで、まあ、青山高原の紹介の動画を1本と、あと僕たち、まあ、NA のロードスターそれぞれ乗ってるわけなんですけど、2台の乗り比べっていう動画を、まあ、ヒロさんの方のチャンネルでアップしていただきますので、まあ、ぜひぜひ詳しい方はことはそちらの方を見ていただければと思います。お願いします。本日もゆるくやっていきます。もうゆるくまったりと楽しんでいきます。自体はそれもノーマルにしか見えないと思うんですけど、そうですね、ミアータと同じ光り方するようになってまして、あ、そうですよね。これも男性だと白なんですけど、はいはい、これ近くそうなんですけど、すごいですね。まあ、あんまり近くで映されるとちょっと辛さがバレちゃうんで、あ、ドア全然開けてもらって、あ、いいですか。いいんで、すごくなんか乗りやすいんですよ。あ、まあ、それがもう足はちょっともう縮めされてるなーっていうか、もう24万キロ走ってる足っていうか、やっぱこう運転してるのと横に乗ってるのとまたちょっと感じ方が違うじゃないですか。そうですね。もう本当に3000、4000回転上がるらへんがもうバーンってくるところが大好きなんですよね。では行かせていただきます。まあ、重捨て初体験ってことで、そうですね、やっぱすごいですね。多分走り出しちゃえばあんまり多分言うほど多分重たくない。ああいいな。自分の車の横に乗るって、ね、まあ、そんなによくあることじゃないじゃないですか。そうですよね。まあ、そうだからヒロさんと本当にこの2日間と喋っててめちゃくちゃこうなんか趣味とか似てるんですよ。そうす、ね、めっちゃわかるみたいな。そうそうそう、超楽しいですね。はい、今一通り撮影が終わりました。ヒロさんです。楽しかったです。いや、本当に面白くて、まあ、本当に2日間目いっぱいロードスターで遊んでって感じでしたね。で、今からちょっと動画の、ヒロさんの動画の方のエンディングを撮らせていただいて、ちょっとそこから一眼で写真を撮ったりしていきたいと思います。はい、ということで、丸2日間の、まあ、ヒロさんとのコラボということで、はい、まあ、ヒロさんの方で動画を3本撮らせていただきまして、ね、はい、ありがとうございます。まあ、私の方としてはちょっとこうダイジェスト的な感じで、もう本当に僕目線でそのヒロさんの撮影されてる姿とかを撮らせてもらって、はい、っていうのでちょっとこう、今回僕の方の動画としてはこう飛ばし飛ばしな感じでなってたと思うんですけど、まあ、
全て、まず昨日のエンジンマウントの交換が1本、はい、そして、まあ、今日こちらの青山高原の方に来てヒロさんのロードスターで、まあ、僕たち2人で投稿しながらドライブするという、まあ、青山のドライブ動画、はい、そして、まあ、僕たち、まあ、同じ NA ロードスターに乗ってるんで2台の乗り比べっていうのをさせてもらって、はい、まあ、本当にヒロさんもすごく楽しんでもらえたみたいで本当に最高に楽しい2日間、いや、よかった、どうぞ。それ以外でもね、その動画の撮影以外でも、はい、あの僕のアシシャのアクティの運転してもらってとか、ね、はい、りました。その僕の住んでる地域、まあちょっと詳しくは言えないんですけど、はい、まあそこのこう歴史、ね、的な部分とかをちょっと、ね、どうしよう、はい、まあせっかく来てもらったんでご案内しようと思って、そしてもらって、すごいもういいところだなっていう、もう見えてに住みたいって本当に、はい、めっちゃもういいとこすぎるってなりました。本当に、本当に2日間楽しめてよかったと思います。本当に楽しかったです、マジで。ありがとうございましたということで、昨日と今日と2日間ヒロさんとコラボということで動画を送らせていただきました。はい、で、このあたりで今回は動画を終わりにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。